コニーグッピーとは、日本の自動車メーカーであった愛知機械、工業株式会社が、1961年4月に発表、5月に発売し1963年5月まで販売していた軽商用自動車である。当初は、全二輪、後一輪のカズト乗りトラックが発案されたというが、結局、二人乗り四輪車となった。既存の軽商用車より一回り小さなクラスを狙った。 意欲作で、価格は22万5千円。エンジンの排気量は、当時の軽自動車規格の半分余りに過ぎない 199cc であった。並列2座のベンチシートを備えた、簡潔なモノコック式ピックアップボディを持ち、その運転席直後、小さな荷台下にパワートレーンを押し込み、後輪を駆動するミドシップレイアウトである。全体のデザインは、若手工業デザイナーであった。 宮田周平によるもので、完成度の高い内容であった。最大の技術的特徴は、スクーターからの乗り換え需要を狙って、岡村製作所製のトルクコンバーターを採用し、クラッチペダルを排したにペダル仕様とした点である。ギアボックス自体は一速のみしか持たない減速機に、過ぎないが、低速トルクが稼ぎやすく、吹け上がりの良い2ストロークエンジンに加え、 車両操縦量が小さく最高速度を抑えたこともあり、トルクコンバータの追加によって、その機能を最大限に活かした無断変速機が出来上がった。この EG ドライブ化により、コラム式シフトレバーは単純な全更新の切り替え操作のみとなった。コンパクトな8インチタイヤ、前輪 w ッシュボーン、後輪トレーディングアームの4輪独立喧嘩、 2ジョイントスプラインシャフト付けのリアドライブシャフト、12ボルト幻想系など、技術的には 360cc クラスの平均以上となる高度な内容を持っていた。燃料タンクは前方ボンネット助手席側内に収納されるが、独立した9ユリットを持つ。室内が大変狭いため、ステッキ型のハンドブレーキレバーがダッシュボード正面中央にあり、得意な配置であった。 方向指示器は丸型レンズで後部ピラーに突き出しており、車両の前後両方から視認できるようにして、通常は前後に2つずつ必要な方向指示器を省略している。車体後部にはオートバイのようなナンバープレート等とブレーキランプを兼ねた微灯が中央に1つ備わるのみである。当初は月産300台から立ち上げ、1962年には月産5000台を目指した。 しかし、199cc11 馬力で、トルクコンバーター自動変速機付きという最小限の動力性能では、スペックも0から200メートル加速21.7秒。最高速度は高潮で、時速 81km に止まり、4輪、独立式サスペンションや、高潮 100kg に止まる、軽積載量も、悪路や、化積裁が常識であった、当時の道路事情。 実用状況にはマッチせず、販売は伸び悩んだ。途中、エンジンを強化したスーパーグッピーも投入されたが、挽回はならず、1963年3月までに、当初の1ヶ月分の生産目標にも見たない4645台が、生産されただけで姿を消した。このグッピーと乗用車生産進出を目指した、ライトバンコニー360コーチの失敗で、 愛知機械工業は1962年9月期に赤字決算、無敗に転落、日産自動車との業務提携に進むこととなった。トマコマイシ科学センターのダットサンベビー1965年になって、グッピーのストック部品から、この年開園した神奈川県の遊園地、子供の国のために、ダットサンベビーという専用設計車両が、日産自動車の設計により100台製造された。 これは日産自動車から同園に寄付され、その後子供たちに本物の自動車交通教育を提供するという役割のもと、1973年までアトラクションとして人気を呼んだ。同年にはトマコマイ市科学センターの展示物充実のためにも一台寄贈されている。カラーリングはイエローであった。その後、1981年にメンテナンスが行われ、 展示のみとなったが、展示物の入れ替え。2011年になり、同社の修理が、日産サービスセンター、北海道支社の協力で行われ、2012年12月から、再展示された。2015年3月には、子どもの国開園50周年に合わせて、日産テクニカルセンター内のボランティア組織、日産名車再生クラブにより子どもの国で、保管されていた一台が、同体復元され、 日産グローバル本社ギャラリーでの展示や子供の国会演50周年イベントでの活用が行われた。ABCDEFG ジャイアントコニー物語から32ページ左側の裏表紙子供が本物の車を再び運転する日ダットさんベビーが映し出す日本特有の自動車社会の姿とは超小型モビリティの可能性を探る旅桃田武氏 ダイヤモンドオンライン。http コロンスラッシュスラッシュディアマンド .jp スラッシュ aertigles スラッシュダッシュスラッシュ53131スラッシュ2018年6月13日閲覧。トマコマイ市科学センターのダットサンベビー修繕へ。トマコマイ民放者。オリジナルの2013年5月1日時点におけるアーカイブ。 h t t p a r c h i v e i s f r k v m ッ a ダットサンベビー修理終了21日から、トマコマイ市科学センターに展示。トマコマイ民放社。オリジナルの2015年3月29日時点におけるアーカイブ。イブ h t t p a r c h i v e i s 8 w k v o ハッ t 日産自動車。子供自動車。 ダットサンベビーを再生。自動車新聞社。http コロンスラッシュスラッシュ www.j-np.com スラッシュニューススラッシュコンテンツ00045871 shtml ハット日産自動車子供自動車ダットサンベビーを再生日産自動車 https ニュースルーム日産グローバルドットコムリリーシーズ リリースマイナス 94D77A51 ビット、4C91C27C6F9EC68501 ビット、1F62018 年6月13日閲覧。ありがとうございます。